V8 はアストン・マーティン・ラゴンダが1972年4月から1989年10月に製造したスポーツカーであり SR-1SR-5 までのモデルが存在する。主任技師マレックがアストン・マーティン引退間際に全力を挙げて設計した DBS V8 の発展型モデル。全モデルの DBS V8 と一目見て異なるのは ヘッドライト部分を含めたノーズ部分のデザインである。1971年にアストン・マーティンの経営権がデビット・ブラウンからカンパニー・ディベロップメンツに変わったことから V 型8。気筒エンジンには DB シリーズの名は完成られていないが、基本設計は QDB シリーズの直径にあたる。英国スポーツカー伝統のシューティングブレークも存在し、1977年からは、 高性能モデルの V8 バンテージも生産された。この V8 バンテージは0から60マイルパーアワー加速でフェラーリ・デートナを凌駕し170マイルパーアワーに達する最高速度で英国発のスーパーカーと称賛された。007シリーズにおいては1987年公開の007リビングデイライツにバンテージ・ボランテとサルーンが登場している。また、 レッドの V8 バンテージが、ローワン、アットキンソン主演のスパイコメディアクション映画、ジョニー・イングリッシュ・アナログの逆襲に、イギリスの長方関ミナナから主人公に支給された、車として登場する。エンジンは、その名の通り 5340cc の水冷90度、V 型8気筒エンジンを搭載。V 型8気筒エンジンに、DOHC という当時としてはかなり贅沢な、設計で、 最高回転 6250rpm という高回転型エンジンに仕上げられている。初期型は、ボッシュ製の機械式燃料噴射装置であったが、排気ガス規制対応のため後期型は、ダウンドラフトツインチョークウェーバー製、キャブレーター4機に変更されている。305hp、5200rpm。0から 400m は14.3秒。 最高速度時速 270km。高性能モデル V8 バンテージの最終型が搭載する 580X 型エンジンは 430HP を出すとも言われている。スーパーレジェッダ工法による細い交換にアルミパネルを手作業で溶接したボディは22層もの塗装が施されている。大きな V 型8気筒エンジンを収めたロングノーズと 古いイタリア車風のバックラインを持つが、ボディは大きめ。車両重量 1800kg。クライスラ製トークフライト3足 AT と、ZF 製5足フルシンクロ MT が同じ価格で用意されていた。当時最高級のパワーステアリングが搭載されており、現代車に比べればペダルはかなり重いが、ガーリング製4ポットキャリパーと、ベンチレーテッドディスクブレーキを、 ロッキード AP 製のワキュームサーボでアシストした、ブレーキは対フェード性も高く、信頼性の高い制動力を持っていた。こうし等分のこのリーレザーによる。パネルには、スミス製の6つのメーターとルーカス製のアンペアメーター、K7 連が W 型に配置されている。SR3 までは結晶塗装のパネルにメッキリングのメーターが、輝き、SR4 からはメッキリングが廃止され、 代わりに、風合いのあるウッド製のパネルとなった、エアコンディショナーも装備されていた、ありがとうございます。